Mini skirt on, dip my body in glitter. Pop, pop, form sneakers, all the boys wanna picture. はい、皆さんこんにちは、シュラタンです。はい、今回はですね、最近の私の大量すぎる購入品を紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ散財をしまして、まあ、1日でこうバーンって買ったわけではないんですけど、ちょこちょこいろいろ買ったりとかしていて、まあそれが溜まってきていたので、今日はそれを紹介しようかなって思うんですが、私が今回なぜこのように散財をしましたかと言いますと、人生初かな、ちょっとわかんないんですけど、まあでも私が覚えてる限りでは人生初の詐欺に遭いまして、もう本当に悲しいんですけど、悲しいというよりはなんか悔しい悔しいかな、どちらかというと。そう、まあ詐欺に遭いまして、今回はその鬱憤を晴らすためにというか、散財をしたんですよ。逆にね、詐欺に遭っておきながらさらにお金を使うっていう、本当に意味のわからないことをしてるんですけど、まあでもその買ったものたちをせっかくならみんなにも紹介して、もうこの詐欺のことは忘れようっていうことで、今日は紹介させていただきたいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃ早速紹介していくんですけど、その前にちょっとまあこの詐欺についてお話ししていこうかなと思うんですけど、私結構最近動画でもよく言ってるんですけど、今インテリアにハマってるっていう風に、まあ、いろんな動画でお話をしていて、何かの動画でテーブルをね、新しく買いましたっていう風にお話ししたと思うんです。私がいろいろ探しまくって、ピンタレストですごい可愛い、あ、これ欲しいなって思うテーブルを見つけて、それを画像検索とかして、なんか売ってるところを見つけてオンラインで買ったんですよ。そのサイトには入金確認してから 2,3 日ぐらいで発送されますっていう風に書いてあったんです。で、まあ、購入して入金もして、で 2,3 日ぐらい経ってもなかなか届かなくてですね、ちょっとどうなっているんだと思ってメールをしたんですよ、お問い合わせに。そしたら、今までちゃんと連絡がこうやり取りできていたはずのアドレスがいきなり音信不通になって連絡が取れなくなったんです。ではこれは怪しいと思って、何度も何度もメールしてお問い合わせしてみたんですけど、全く返ってこなくて、もうこれ詐欺だと思ってそこで確信したんですよ。で、まあ確かに今思えば怪しかった。そう、サイトも怪しかったし、よく考えていればここで買うべきではないっていうのは分かったんですけど、これは私の注意不足なんですけど、私が悪いのかな、こうやってでもその時はそのテーブルが売られてる、え、これゲットできるっていうのですごい舞い上がっちゃって、なかなか売ってなかったんですよ、それが。で、私が買ったところ、まあ買おうとしたところが中古のやつで、まだちょっとこう手の届きやすい価格で売られていて、これいいじゃんと思って買っちゃったんですけど、よくよく見てみたら、確かにサイトの作りっていうか日本のサイトではないのかな。まあでも日本語は日本語だし、所在地も一応日本のところだったんですよ、場所はね。なんですけど、商品ページに支払い方法みたいなのが書いてあったんですけど、その支払い方法に一応クレジットカードとか代金引き換えとか書いてあって、でクレジットカードのそのロゴのやつとかもなんかポンポンって並んでたんですけど、その支払い方法が選択できなかったんですよ、全く。で、私なんか後々こう請求みたいな感じでメールが来るのかなと思って、その時は買ってしまったんですね。で、買ってメール届くじゃないですか。その時に支払い方法は現金振り込みみたいな感じでもう決められていて、皆さん銀行振り込み危ないです、多分でも銀行振り込みが一番詐欺に適したっていうか、一番なんかよくある手口なのかな、わかんないけど、かなって思うんですが、銀行振り込みしかなくて、で、その送られてきた口座に振り込むじゃないですか、お金を。さらにまた怪しいのが、当日振り込んでいただけたら手数料を差し引いた金額で大丈夫ですっていう風に書いてあって、で、私はもう何百円の手数料のために当日ね、支払ったんですよ。で、この金額をお支払いしました、で、メールを送って、ありがとうございます、確認し次第またメールしますみたいな感じで帰ってきて、で、メール待っててもなかなか来なくて、確かに今思ったら当日に振り込んだら手数料は大丈夫ですなんて危ないじゃないですかもう本当にバカだなって思いました。自分もこんなのに、まさか自分が騙されるなんて思っていなかったので、今まで多分経験がなかったから、まあ、これもね、今となってはまあ一つの経験として今後気をつけようっていうものにはなったので、まあ良かった良かったんですけど、でもそのテーブルの金額も3万弱ぐらいだったので、なかなかの金額を取られてしまいまして、とてもショックです。本当皆さん気をつけてください。
そのサイトもね、私マジで見たことないサイトで大丈夫かなと思ってたんですよ。見事に騙されましたので、皆さん詐欺にはまた改めて気をつけてくださいということで、私はもう悲しくてですね、このテーブルが届かないのも悲しいし、まさか私が詐欺に遭うなんて思ってなかったので、それも悲しいし、いろいろな感情がぶつかり合ってるんですけど、まあ、でもちょっと気持ちを切り替えて可愛いものたくさんゲットしたので、それを紹介していきます。今回通販で買ったものがほとんどなんですけど、いろんなサイトでいろんなブランドで購入しているので、サクサク進めていこうと思います。ではまずはリーゼルさんで購入したものから紹介していきます。この前リーゼルのサンプルセールっていうのに招待していただいて行ってきたんですけど、そこでゲットしたものが2点あるので、そちらを紹介していきます。まず1つ目がじゃじゃん、こちらです。アウターで結構ロングなので見えるかな、こんな感じのデニム素材のトレンチコートをゲットいたしました。もう本当にこれ可愛くて、もう一目惚れでした。一応メンズのものなんですけど、私割と背が高い方なので、丈感とか全く問題なく、まあ、ちょっとオーバーサイズで出る感じかな。でもそれが逆に可愛くてゲットいたしました。デニム素材なんですけど、すごいデニムも柔らかくって着やすいし、シルエットも結構私は好きだったのと、最近デニム素材のコートを探していたんですよ。私探していたらいつの間にかもう春もうだいぶ本格的に暖かくなってきて来てしまったんですけれども、そうずっと探してて欲しいなと思って、私デニムラバーなのでこれは見逃せないなと思って今回ゲットしてきました。すごい嬉しい、ずっと欲しかったアイテムなのでゲットできて嬉しいです。まあ、形的には割とシンプルなフレンチコートって感じで、なんかこれにもちろんデニムとか合わせても可愛いですし、秋とかになったらなんかニット系のものとか合わせても可愛いし、あえて短めのボトムでロングブーツ履いてとかっていうのも可愛いと思うし、いろいろとコーディネートが組めそうかなって思います。でも私はなんかデニムでまとめるスタイルとかもやってみたいなって思うので、またいろいろコーディネート組んでいこうと思います。続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これも超可愛いんですよ。このデニムの色合いがめっちゃ可愛くて、保守感がある、とてもなんかヴィンテージっぽいというか色合いですごい可愛いんですよ。これこんな感じで、まあ、斜めにこうやってかける感じかななんですけど、一応までもウエストにもこうやってつけれる感じではあるんですが、こういう斜め掛けのバッグっていうのもすごいこう楽で手も開くから私すごい好きなんですけど、こんな感じで形もすごい可愛いし、結構一目惚れだったかな。まあ、今もデニム履いてるんですけど、デニムのパンツとか履いた時にこうやってさってかけてあげても、なんかちょっとセットみたいな感じで可愛いし、ワンポイントになるかなと思うので、こちらをゲットしました。これも結構ね、素材柔らかくって、で、意外と物も入りそうです。こんな感じで、結構ガバッと開きます。後ろにもここにチャックがついているので、結構収納も本当にいろいろできそうです。これからの時期結構お洋服とかもどんどん薄くなっていってシンプルになりがちだと思うので、そういう時にこうワンポイントで持ってあげるといいアクセントになって可愛いんじゃないかなと思います。ということでディーゼルは以上でございます。続きましてブラックアップで購入したものを紹介していきます。ブラックアップもね、私結構頻繁に購入してるんですけど、購入に紹介してくださいっていうお声もいただいていたので今日は紹介していこうと思います。ではまずじゃじゃん、こちらホルターネックのトップスをゲットいたしました。これは前ルックブックをあげた時にも使ってたアイテムなんですけど、私ホルターネックめっちゃ好きで、なんかすごいボディラインが綺麗に見える気がするんですよね。ここが結構グイッてなってて、背中は結構ね開くんですけど、それがすごい可愛くてとっても好きで、ベーシックなホワイトとブラックのホルターネックをゲットいたしました。生地がとっても柔らかくって伸縮性もあって、形もすごい私は気に入りました。ただやっぱホワイトの方は若干透け感が気になっちゃうので、インナーとかはあまり目立たないような無難なカラー、なんかベージュとかそういうインナーを選んであげるのがいいかなと思います。こういうトップスを着るときはやっぱりヌーブラだったり、こう肩紐がないベアトップとかを私はよく使ってます。このホルターネックはこれからの時期、夏とか春とかすごい大活躍するので、毎年のように私は買ってるんですけど、これも多分今年は大活躍するだろうなって思ってます。では続いてがじゃじゃん、こちらです。スカートをゲットしたんですけど、ナイロン素材のカードスカートかな、で丈感がこう膝ぐらいにくる丈感のミディスカートになっております。なんかちょっと前まで私結構ロングスカート、もうすごい長めの丈のロングスカートとか、逆にミニスカートとかっていうのが
気になってたし、トレンド、今もそうだと思うんですけど、トレンドなんですけど、こういう膝丈のスカートっていうのも最近よく見かけていて、なんかこれにそれこそさっきのホルターネックみたいなちょっと短めの丈のトップス合わせたり、逆にオーバーサイズの T シャツ合わせたりとかして、スニーカーとかっていうスタイルが結構最近多いんですよね、海外とかでも。そう、それで気になってたもので、今回ブラックアップで見つけて買ってみたんですけど、ちょっと私には小さかったかも。もう少しこう丈感も欲しかったし、私履くと結構膝が丸々見えちゃうぐらいなんですよ、しっかり履くと。まあ頑張って腰落として履けば膝ギリギリ隠れるかなぐらいまでは伸びるんですけど、普通にこう履いた時は若干膝が見えちゃうので、もう少し丈感があってくれたらよかったなって思ってます。あと一応これゴムはついてるんですけど、ヒップも割と私にはちょっと小さめだったかな。もう少しあってくれたらよかったなって思ったので、サイズ感は割とタイトめではあるなっていう感じはしました。でもデザインとか私はすごい好きなので、このサイズ感だけがちょっとあれだったんですけど、まあ、でも初めて私こういうの買ってみたんですけど、結構可愛かったので、なんかいろいろこれから見ていきたいなっていう風に思ってます。じゃあブラックアップ続いてるラストなんですけど、ラストじゃじゃん、こちらのデニムパンツをゲットいたしました。これもルックブックで結構着回して履いてましたね。すごい可愛くて、このパンツがまずこの色味がすっごい好きなんですよね。ちょっと黄みがかった Y2K っぽい感じのデニムで、すごい可愛くて、こういうウォッシュとかブリーチというかが入ったようなデニムっていうのも結構トレンドなので、韓国とかでも多分すごい人気だと思うんですけど、そう、こういったデニムパンツが今は割と有効なので、このパンツすごい良かった。で、形はフレアパンツで、私フレアパンツすごい好きなんですよね。結構足が綺麗に見える気がして、いろいろ最近も何個か買ったりとかしてるんですけど、これもこんな感じのフレアパンツで、でこのパンツはめちゃくちゃ伸縮性が効いてるんですよ。こう見えてすごいストレッチが効いてて、超履き心地よくて、そこもとっても良かったです。丈感もしっかりとあって、ウエストがミッドライズとかかな、なんかローでもなくハイでもなくっていう感じの丈感になってるかなっていうふうに思います。はい、ということでブラックアップは以上でございます。続きまして、エッセンスっていうサイトで購入したものを紹介していきたいと思います。まずじゃん、こちらです。それがローラロンバルディっていうところのネックレスなんですけど、クロス十字架のネックレスすごい欲しくて、なんかやっぱこういうのって結構ワイルドな印象あると思うんですけど、夏とかタンクトップにこれつけてデニムとかでもすごい可愛いじゃないですか。結構こういうゴツめのアクセサリーとかも私すごい好きなので、ずっと探してて、エッセンス見てたらこのネックレスを見つけて、わ、これめっちゃ可愛いと思って買いました。結構ね、しっかりと重みもあって、チャームも結構大きくてですね、太めになってて、割とこれ1個ですごい存在感があるので、で長さもすごい私は好きな長さで、短くもなく長すぎもせず、結構このトップスとかともうまくバランスが取れる感じの長さだったので、これめっちゃ気に入ってます。最近もね、すごいたくさんつけてるかも。写真とか動画とか見たら多分よく私最近つけてると思います、これ結構定番になりそうな感じの予感がしております。ということで続いてがじゃじゃん、こちらです。モアジョイっていうブランドのマグカップをゲットいたしました。すごい綺麗なグリーンカラーに惹かれまして、でこのロゴもすごいなんかシンプルだけどなんか可愛くて、今回こちらをゲットしました。もちろんまあ普通にドリンク飲む時とかにも使えるし、なんかインテリアとしてこう置いていてもカラーがすごい綺麗なのでワンポイントになって可愛いかなと思って、なんかどっちでも使えるなと思ってこちらをゲットしました。なんかこのモアジョイっていうブランドの出会いは、私がインスタをフォローしている海外の方がストーリーで、これではないんですけどなんかマグカップ上げてて、それがすごい可愛いなと思って、私は画像検索で検索したらこのブランドが出てきて、それで見てたらすごい可愛いと思ってこちらを買いました。後ろもこんな感じでロゴが入っております。この取っ手のところもすごいスタイリッシュな感じで持ちやすいし、とても可愛くてお気に入りです。見るたびに癒されてます。続いてでエッセンスはラストなんですけど、ラストがじゃじゃん、こちらでーす。これも同じくさっきのマグカップと同じくモアジョイっていうところのラグでございます。リビングに今回敷きたいなと思って買ったんですけど、今までラグあんまり使ってなかったんですが、やっぱりあるのとないのだと結構変わってきます。ワンポイントになるのでお部屋が可愛くなって、これめっちゃ買ってよかったなって思ってるアイテムです。これがね1万円ぐらいしたので、ラグにしては高いのかなと思って悩んだんですけど、このロゴが私本当に可愛いなって思って気に入ったのでゲットしてみたんですが、すごい良かったです。買って触り心地もめっちゃ良くて、なんかふわふわでね、とても気持ちいいんですよね。はい、
ということでエッセンスで購入したものは以上でございます。続きまして無審査っていうところで購入したものを紹介していこうと思います。なんかね、韓国のファッションブランドが結構こう集結したサイト、なんか日本でいうゾゾタウンみたいな感じなのかなって私は思うんですけど、なんかこの前東京にポップアップが開催されてたらしくて、私そこ実際には行けてないんですけど、それで私知って気になってサイト見てたら韓国ブランドの商品がめちゃくちゃたくさんあって、すごい可愛いアイテムがいろいろあって、そこで結構お買い物したのでそれを紹介していこうと思います。いや、まず今着てるこのタンクトップですね。マーティンキムっていう、私も最近すごいなんかねインスタとかでもよく見かけててとても気になってたブランドなんですけど、そのマーティンキムのタンクトップでございます。結構生地感はね薄めっていうか軽めな感じで、とても肌触り良くて着心地はいいです。ただやっぱり生地がちょっと薄めなので透け感がちょっと気になっちゃうかなって思いました。私今なんかベージュの下着を着てるんですけど、よく見ると多分ちょっと透けちゃうんですけど、そのぐらい割と薄めな素材ではあります。ここの胸元のところにロゴがワンポイント入ってて、これもなんかシンプルで可愛いし、このロゴがやっぱ可愛いんだよな。クラシカルな感じっていうか綺麗めな感じの印象のあるフォントで、このブランドのディレクターさんもすごい大人っぽいファッションで人気な、もともとインフルエンサーの方なのかな、確か調べたらそういう風に書かれてた気がするんですけど、すごいこう人気の方らしくて、シンプルでこう大人っぽくて、でもなんかちょっと抜け感あってラフでみたいな、そういうファッションされる方で、形もすごいベーシックな感じで結構丈感もしっかりとあるような、すごいこうヘルシーにも着れるような感じのタンクトップでございます。もう一個このマーティンキムでゲットしたやつがあるんですけど、じゃじゃん、こちらです。このトートバッグもゲットしみました。私このロゴがすごい可愛くて気に入ったので、ロゴがもうバンって入ったすごいシンプルなトートバッグを今回ゲットしました。中もこんな感じで1個ポケットがついてるだけの本当にシンプルなトートバッグなんですけど、結構これ大きめのバッグになっているので、割と1泊ぐらいはいけそうな感じがします。で、私こういうトートバッグをすごい最近欲してて、なんかやっぱり荷物が多い時とか、私結構普段ちっちゃめのバッグ持つことが多いのであんまり持ってなかったんですよ、こういう大きめのバッグ。今回結構大きめのバッグをめっちゃたくさん買っちゃってるんですけど、これもその中の一つで、すごいシンプルなトートバッグでなんかラフに持てるかなと思ってゲットしました。私ねパソコンを16インチのやつ使っててめっちゃ大きいんですよ。一番多分大きいやつノートパソコン使ってて、なかなかそれが入るサイズのバッグを持ってなかったので、パソコン持ち歩きたいなってなった時とかすごい困ってて、だからトートバッグ欲しいなと思って今回これゲットしました。私意外と横に長いトートバッグが好きかもしれない。縦に長いのもいいんですけど、縦に長いとなんか肩にかけずに手で持った時とか下についちゃったりするから、横長なのが結構私的には嬉しいポイントです。では続きまして、これ今やってるこのなんて言うんですかね、このブローチ的な、ブローチとチョーカーが一緒になったようなこのアクセサリーなんですけど、まあ、なんか結構上品な印象があると思うんですが、こういうものをあえてこういうタンクトップとかカジュアルなアイテムに合わせるっていうのがすごい可愛くないですか。で、最近私ずっと探してたんですよ、こういうアイテムを。でなんかあんまり売ってるところがなくてずっと探しまくってたんですけど、その無審査を見てたら見つけて、こちらゲットしました。ちょっとこうサテンっぽい感じの素材でできたお花がこんな感じでついてて、裏こうなってるんですけどレザーの紐がついてて、こんな感じでちょっとお花落としてネックレスみたいな感じでこうしても可愛いですし、キュッて持ってきてあげてチョーカーみたいな感じでもつけれるっていう、すごい可愛いアクセサリーです。やっぱなんかこういうシンプルなお洋服の時とかにこういうのをバッてつけるだけで全然また本当に印象が変わるんですよ。これないと結構シンプルで、これもこれでヘルシーで可愛いとは思うんですけど、ちょっとこうワンポイントでこういうものとかをつけてあげてもおしゃれじゃないですか。めっちゃ可愛くないですか。最近こういったちょっと上品なものをカジュアルファッションに落とし込むとか、ちょっとスポーティーなものに落とし込むとか、そういうのがすごい今トレンドになっているので、このアイテムも結構今っぽい感じのアイテムです。ちょっとまだまだあるんですけれども、続きましてじゃん、こちらでございます。今回結構なんかこういう小物とかもたくさんゲットしたんですけど、これ灰皿なんですけど、私灰皿使わないんですよ。タバコ吸わないので使わないんですけど、私今ねインテリアにハマってるってさっきも言ったんですけど、ここにこういう鍵とかをこうやって置いても可愛くないですか。なんか、まあ、小物入れみたいな感じで、トレイみたいな感じでこう置いててもすごい可愛いなと思ったので、今回こちらゲットしました。もうガラスでできた昔ながらっぽいような灰皿なんですけど、それがまたなんかレトロな感じで可愛くて、これもとてもお気に入りです。では続きましてじゃじゃん、こちらでございます。
これもめちゃめちゃ大きめのバッグなんですけど、こんな感じのメッセンジャーバッグっていうのかな。結構今こういう大きめの肩からかけれるようなバッグっていうのが流行ってる気がするんですけど、コーデのアクセントにもめちゃくちゃなるし、やっぱり物もたくさん入るじゃないですか。だからすごいいいなと思ってて、でしかもこう肩からかけれるから手も開くし、最近私もすごい探しててこういったバッグを、無審査を見てた時に、イントネーション合ってるかな、無審査で無審査無審査ちょっとわかんないんですけど、ごめんなさい。そうで見つけて、これいいなと思ってゲットしました。これがね、ブラウンのバッグで、私ちょうどブラウンのバッグもずっと欲しいなと思ってて探してたんですよ。でなんかちょっとこうレザーっぽい感じ、ヴィンテージレザーっぽい感じの素材感でできた、でもすごい軽くて柔らかくて結構使いやすそうなバッグです。これもパソコンでね入ります。ただちょっとこのバッグは紐が結構長めか、私高身長の方だけど、私でも腰ぐらいまで来ちゃうので、もうちょっと短くても良かった気がします。カジュアルなコーディネートの時とかに使えそうなバッグです。結構韓国っぽい感じのファッションな気がします、こういうトートバッグって。中はこんな感じです。ポケットが1個ついていて、外にもこんな感じでポケットがついてます。見た目よりもね本当に結構軽めで良かったです。では続いてで無審査ラストなんですけど、ラストがじゃじゃん、こちらです。これもまたまた大きめのバッグですが、これはですねもちろんこうやって斜めからもかけれるし、こっちはベルトの長さが調節できるようになっていますので、一番ほんと短くしてあげるとこんな感じで肩からこうやってかけれるぐらいの短さまでなるので、それが私すごいいいなって思いました。なんかちょっと今日は斜め掛けにしたくない気分だなっていう時とかはこうやって肩からもかけれるので、いろいろコーデの幅も広がりそうで、そこがこれの決め手ですね。で結構これも収納たくさんできて、ここにも1個ポケット結構深めについてるし、で中もこんな感じになってて、もう片側はポッケが2つこうやってついてるんですよ。チャック付きのポッケが2つついてて、でもう片側はチャックはないんですけど、こんな感じで結構大きめのポッケが1個ついてます。割とこう収納がいろいろできる感じのバッグですね。でここにエンボスでロゴが入ってます。後ろにもね入ってます。これは割とすごいシンプルなブラックのもので、レザーの素材なんですけど、でもすごい柔らかくて使いやすそうです。重さもそんなに重くないかな、結構軽めな感じかも。これもたくさん荷物入るのでありがたい。なんか最近私荷物多いんですよね。なんか iPad とか持ち歩きたいなって思う時が結構あって、そういう時とかに私の普段のサイズのバッグだと絶対的に入らないし、であとマイボトルとかも結構持ち歩いたりするんですけど、手で持つことが多くてバッグに入らなくて、だからそれも収納できるし、もう大きめのバッグそもそもそんなに持ってなかったので、ずっと欲しいなと思ったのでたくさんゲットしちゃいました。ということで、では続いてでラストのサイトになるんですけれども、ラストがファーフェッチでございます。ファーフェッチはね、何度か私も YouTube でも紹介しているのでご存知の方も多いと思うんですが、結構そのハイブランドとかをセレクトしているサイトになっております。今回そこで2点ほどゲットいたしました。まず1個目が、さっきもちょうどお話出てきましたが、マイボトルをゲットしました。これがねカーハートのマイボトルで可愛いんですよ。このこれちょっと使っちゃったので今水が入っちゃってるんですけど、色がすごい可愛くて、べっ甲っぽい感じの色合いになってて、透明もあったんですけど、透明も可愛いなって思ったけど、透明だとちょっとこう汚れとかが、そんな汚れないと思いますけど目立っちゃいそうかなって思って、べっ甲の色合いの方にしました。でもこのカラーもすごい可愛いですよね。すごいシンプルなマイボトルなんですけど、プラスチックのマイボトルで、ちなみにこれはね食洗機とかも OK なやつです。私マイボトルいくつか持ってるんですけど、結構ステンレスとかどっちかっていうとこう保冷とかはそっちの方がしてくれると思うんですけど、でも私そんな冷たいものを入れたりしないから、いつも結構常温の水とかを入れていくので、これでもいいかなと思って。そうで、しかもプラスチックの方がやっぱ軽いので持ち歩くのにも重くないから、そこがすごいいいなと思って今回こちらをゲットしました。すごいシンプルなロゴ入りのマイボトルで可愛くて気に入ってます。はい、ということでいよいよ続いてでラストでございます。すごいもう本当にたくさんあったと思うんですが、ラストということなので、一番目玉の商品なんですけれども、これはですね私の自分へのタンプレですそう、なんか前に動画で話したと思うんですけど、タンプレどうしようかなって考えてるみたいな。で、やっぱ最近インテリアにハマってたから、ソファーとかでもいいかなっていうふうに思ってたんです
が、なかなかちょっとまだこれっていうソファーが見つけられてなくて、でもう一個迷ってるって言ってたものがあるんですけど、それはついにゲットいたしました。欲しいものは早めに買った方が人生の日割りで考えた時に安くなるっていう誰かの名言を思い出してまあでも確かに欲しくて買うんだったら、どうせだったら早めに買った方が長く使えるし、日割りで考えた時もお得だと思うので、ちょっと今回思い切ってゲットしました。それがじゃじゃん、こちらでございます。これは私がもうずっと気になってて、ずっと何度も何度も買おうかな、どうしようかなって悩みに悩みまくって、やっとゲットしたサンローランのバッグでございます。やっぱこのサンローランっていうのももちろんそうなんですけど、このデザインがもうすごいシンプルで、どんなファッションにもマジで合いそうだなと思って。で、ヘイリーがこのバッグをめちゃくちゃ使ってるのを見てて、いやこのバッグすごい使いやすいんだなと思って、ずっと気になってたアイテムなんですよ。まあ、結構いろんな有名人の方とか使ってるバッグで、割とメジャーなものだと思うんですが、だからこそすごいやっぱり使いやすいんだなっていうので、ずっと気になっていまして、でついに私もこの度ゲットしました。23歳の誕生日、自分への誕生日プレゼントということで、すごい可愛い、ほんと上品で、レザーの素材もすっごい、やっぱ違いますね。普通のなんか私がよくなんか使ってるようなものとやっぱ一味違う感じの、見てるだけで気分が上がる特別なバッグです。この YSL の L のところがこう引っ掛けられるようになってて、これを取りますと、レザー自体もねそんなに硬くないので、レザーってまあ使っていくとどんどんこう柔らかくなっていくと思うんですけど、最初から別にそんなにめっちゃ硬いっていうわけではなくて、中はこんな感じでちょうどいい、めちゃくちゃ使いやすい感じのサイズ感のバッグになってるなって思います。でこの取っ手のところも結構広めになってるので、肩からかけた時もすごいちょうどよくて、一応これベルトになってるので調節できるんですけど、すごいちょうどよくストレスなくこう肩からかけられて、めちゃくちゃ可愛い。これ本当にゲットしてよかったなって思ってます。ただお値段はマジで怖くないんですけど、でもやっぱこういうなんかちゃんとしたバッグっていうか、お呼ばれとかあるかわかんないですけど、なんかちょっとこうね上品なところに行く時とかにも使えそうなバッグなので、大切にずっと使っていきたいなっていう風に思ってます。まだこれ私使ってなくて、実は購入してからちょっと経ってるんですけど、まだ使えてなくて、いつ使おうかなってすごい考えてます。今日使おうかな、どうしようかなもったいないですよね、逆に買ったのに使わないの。使っちゃうか使います。はい、ということで私の今年の自分への誕生日プレゼントはこちらにしました。もうマジで大切に使います。はい、ということで今回はこんな感じで、引くほどありましたよね。本当に合計金額も計算したくないぐらい犯罪をしてしまっているので、若干自分でも引いてるんですけど、自分の物欲になんですけど、まあでも幸せな気持ちなので、今はもう詐欺とかも忘れました。本当に忘れた言い聞かせるしかないんですけど、そう、まあでも逆にまあそれが経験にもなりますし、このね散財の機会にもなったので、今となっては良かったかななんて思ってます。良くはないんですけど、良くはないけど良かったかななんて思ってます。ただただ私のお買い物をみんなに見てもらったんですけど、改めてちょっとこう詐欺にはね気をつけましょうということで私もちゃんと気をつけて、しっかりと確認して、大丈夫かなっていうのを確認してお買い物していきたいなって思います。まあ、言い訳に過ぎないんですけど、自分の機嫌は自分で取っていかなきゃいけないなと思うので、散財も一つの機嫌取りの方法としていいんじゃないかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。